愛ちゃん、ネオベネツィアは今寒い寒い冬です。でも寒さに負けてはいられません。そんな時でも練習練習、寒さなんかへっちゃらポンです。アリア・ジ・オリジネーション、ドラマ CD 第1巻、ナビゲーション1、寒い夜のあったかクルーズ。ちなみに寒い夜にはアリア社長と一緒に寝るととても暖かいんです。わーいにゃーい。あー、逃げないでアリア社長。なんなのよこの寒さ。なんとかしなさいあかり。そう言われても冬だし、しかも夜だから寒いのは当然かも。私を凍え死にさせる気なの？今日わざわざ夜に行動練習しようって言い出したのは愛花先輩では？うん、だからみんな集まったんじゃない？愛花ちゃん。そうよ、たまには夜のゴンドラクルーズの練習もいいかなって思ったのよ。でもこんなに寒いとは思わなかったの。今晩はこの冬一番のでっかい冷え込みだそうです。もう何それ、さすがにこんな寒い日にはお客さんのゴンドラに乗る気になれないわよ。かわ、確かに。つまり今夜の練習は意味なしってことよ。そうですね。じゃあ今日の練習は中止。よう、やってるな。お疲れ様。アキラさん、アテナさん。どうしてお二人がこんなところに？私がアテナ先輩にお話ししました。うん、アテナからお前たちが今夜ゴンドラクルーズの練習をすると聞いてな。ちょうど仕事も終わったことだし、一丁付き合ってやるかと思って来てやったんだ。それは残念ですね。今日の練習は中止になりました。いやー、こんな寒い夜に練習とは感心感心。練習とは実際に客が来ないくらいの厳しい環境であってこそ本番で活かせるもの。お前たちの姿勢は素晴らしい、偉い。あ、はい、ありがとうございます。愛花、何か言いたいことでもあるのか？いいえ。それじゃあ練習を見させてもらうか。乗るぞ。お邪魔しまーす。今夜はビシビシ指導するからな。いいな？はーい。よし、じゃあまずあかり、出発。出発。おっぱい。はい。せっかくだから今日は本格的にお客様役を誰かにやってもらうことにしよう。さて誰がいいか。わわわわわ。お、アリア社長がやる気だな。じゃあアリア社長、一つビシッとお願いします。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイ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 。ああ、お客様がとっても寒がってるわ。本当だ、アリア社。いえ、お客様大丈夫ですか？うーいにゅー。さあどうするんだ？そう思ってブランケットを用意しておきました。さすが愛花ちゃん。はい、こちらです。どうぞ膝におかけしますね。やーい。あれ、どうしたんですかお客様？なんだか冷たそうですね。え、愛花、お前ブランケットどこに置いてあった？ゴンドラの物入れに。それじゃあブランケットもゴンドラの温度と同じになるだろ。つまり冷え冷えだ。せっかくお客様を温めるためにブランケットを渡すのに、そのブランケットが冷たくてどうする？ああ、そっか。すみませんでした。今ブランケット抱いて温めますね。よいしょと。ブイ。そんな時は温かい飲み物でも飲んで温まってはいかがですか？お、準備してたのか？はい。入れたてのお茶をポットに入れて持ってきてますから。アテナ先輩、すみませんが、ちょっとカップを持ってもらえますか？はーい。よかったわね、アリア社長。あ、熱っ。
覚えてごめんなさい。もうアテナ先輩ったら相変わらずドジっ子すぎです。それは違うぞ。え、こんなに寒いとお客様の手は冷えてかじかんでしまっているんだ。そんな時に入れたての熱々のお茶が入ったカップを持ったらどうなる。はあ、ただでさえかじかんだ手で熱いカップを持ったら危ないかも。そういうこと。つまりお茶は熱ければいいってわけじゃないんだ。そうですね、すみませんでした。それとできればお客様のかじかんだ手を温めるものがあるといいな。そんなことを突然言われても。あの、これどうですか。おお、使い捨てカイロですか。それもこんなにでっかいいっぱいです。やるじゃないか。アヒ、練習の時みんなが寒かったらこれを分けて温まるといいって。なかなか優秀だな。いいぞ、あかり。ええ、その、どうした。謙遜する必要なんかないんだぞ。そう言ってアリシアさんが出かける時に渡してくれたんです。アリシアか。さすがアリシアさん。それじゃあ一個どうぞ、お客様。ワイちゃん、おいしょわーい。はい、アテナさんも。ありがとう、あかりちゃん。もみもみ。はあ、暖かいわ。あ、飲み物も入れ直しますね。ちょうどブランケットも温まりました。どうぞ。わんわーい。ちょうどいいくらいになりました。はい、お客様どうぞ。わんわーいちゃ、ぷっぷっぷ。よし、練習はこれからが本番だぞ。え、これから。当然だ。まだ全然ゴンドラクルーズの練習をしてないだろう。私たちはウンディーネだ。お客様をどこに案内するか、これが一番大切だぞ。はい、わかりました。でっかい、わかりました。それじゃあ、あかりから3人順番におすすめの場所に案内してもらうぞ。アヒ、バイバイ。はあ、お客様もとっても楽しみみたい。あかりちゃん。はい、頑張ります。夜なのにたくさん人がいるのね、あの広場。おばいちゃい。はい、あの広場のお店の人がみんなでストーブを用意して夜でも暖かくしてるんです。だから寒くても人がいっぱい集まるんですよ。あ、ほんとだ。運河沿いにもストーブが置いてある。へえ、こんなところがあったのね。今年からこの広場の周りのお店で話し合って始めたそうですよ。あそこのカフェの店員さんが教えてくれたんです。相変わらずでっかい素敵人脈を持ってますね、あかり先輩。私が教わった素敵がお客様やみんなに伝わって、そしたらみんなからまた別の人に、そしてそしてアクア中に新しい素敵なことが伝わって。恥ずかしいセリフ禁止。よし、あかりの番は終わり。次はアリス。はい、よろしくです。ぽぽぽいにゃん。ここはただの水路じゃないの。何もないわよ。はい、でもここ建物が入り組んでまして風が吹き込んでこないんです。おお、ほんとだ。さっきまで吹いていた風が来ない。ぽいちょぽーい。あ、お客様も少し暖かいみたいね。でもこれじゃ観光にならないわよ。上を見てください。上、あ、星だ。キャーイ。はあ、お星様がいっぱい。せっかくの夜のクルーズですから星空を眺めるのもいいかなって。なるほど、綺麗な夜空だって。ネオベネチアが持ってるたくさんの素敵の一つなんだね。はいはい、禁止禁止。おい、アイカ、そんなことより次はお前の番だぞ。はい、任せてください。出発しますよ。パパイキャ。はい、到着。ここは何なの、アイカちゃん。ゴンドラが建物の中に。ふんふん、ここはね、昔のベネチア時代の召喚をそのままネオベネチアに持ってきた建物なの。
ほら、水路が建物の中にまで伸びてるのよ。ぽーぽーい。ここなら風も来ないでしょ。あかり、前を照らしてみて。うん。うわー。ばいぎゅーい。ですか。当時の建物の壁に描かれてた絵よ。他の部屋の絵もそのまま残ってるのよ。素敵。それになんだか暖かいですね。風が来ないだけじゃない暖かさを感じます。ふんふん。その秘密はこれよ。何これ。これは排気ダクト。ノームが地下で作業して出た熱を地上に放熱するためのものなの。つまりダクトの中を通る暖気のおかげでこの中はいっつも暖かいわけ。パパイニュー。プリマの間でも一部しか知らない隠れたスポットなんだよな、ここ。よく見つけたな、アイカ。どうよ。すごいすごい。ということで3人の案内が終わったわけだが、お客様どうでしたか。どこも寒くないところで満足していただけたと思うわ。合格ですね。うん、確かにみんな暖かい場所に案内してくれた。お客様のことを考えるという意味では合格なんだが、何か足りなかったですか。そうだな。それじゃあ最後は私が案内しよう。よろしいですか、お客様。バイバイじゃ。よし、アイカ、オールを貸してくれ。あ、はい。行くぞ。どこに連れて行ってくれるのかな。そうね、きっと私たちが案内したところよりもでっかい暖かいところですね。あれ、でも、あ、アキラさん、こっちって外海じゃないですか。その通りだ。うわ、寒い。これは厳しいです。さあ、寒すぎる。ちょっとアキラさん、どういうつもりなんです。私たちをどこに連れてく気ですか。ツアー、もちろん夜のゴンドラクルーズだ。さて、到着。到着って何もないですよ、ここ。アイカ、後ろを向いてみろ。え？地面にネオベネチアの夜景が広がってる。それだけじゃないぞ、よく見てみろ。ああ、水面からふわーって白いものが昇ってる。そのふわふわに建物の明かりが反射してでっかい幻想的な光景です。初めてこんな景色。私もです。あれ、何なんですか？あの白いものは、水蒸気ね。水蒸気？なんでこんな寒い日に、そんなものが上がるんですか？寒いから上がるの。水面よりも、空気の方が冷たい時に、水蒸気が上がる時があるのよ。ネオベネツィアでは、めったに起きないんだけど、毎年一番冷え込んだ時の夜や朝にはこういうことが起きるのよ。へー、でっかい、知りませんでした。正式には蒸気霧とか言うらしい。寒い地方ではけあらしなんて呼ぶこともあるみたいだな。素敵です。どうです、お客様、満足していただけましたか。大満足みたいね、お客様は。ほんとだ、こんなに寒いところなのに。アイカちゃん、この寒さだってネオベネチアの一部なのよ。そっか、そういうこと。お客様はネオベネチアに思い出を作りに来てるんだ。寒くてもその寒さを我慢した甲斐のある場所に来れたら、それはきっと普段以上の素敵な思い出になりますね。そうね、きっと忘れられないネオベネチアの思い出になるわ。なるほど。どんな時も私たちウンディーネはお客様にネオベネチアの素敵な思い出を持って帰ってもらうのが仕事なんだ。はい、わかりました。
お手をどうぞ、お客様。パパイニャ。アキラさん、アテナさん、今日は本当にありがとうございました。でっかい勉強になりました。ありがとうございました。わ、ぽぽぽい、ぽいぽい。ああ、お客様のアリア社長、今日は本当にお疲れ様でした。バイバイ。よし、それじゃあ今日の練習は終わり。みんな解散ね。はーい。バイバイ。ああ、アリア社長のお腹が鳴ってる。あ、バイちゃん。でっかいお腹減ってるみたいです。練習時間長かったもんね。うん。それじゃあ今日の練習成功を記念して、熱々のピザでも食べに行くか。もちろん私のおごりだ。アテナは自分で払うんだぞ。あ、雪。あ、本当。今年初めての雪だ。寒いわけだ。本当ね。雪の日もゴンドラ漕ぐの大変なのよね。そうだ。今度は雪の中で練習するか。テーマは雪の降る中の観光案内だ。でっかい厳しいです。反対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 。何を言う。フリマになるまでは何事も修行しようだぞな。アテナ、あれ、アテナはどこ行った。ほらみんな早く早く。はい、もうピザ注文したわよ。覚えて。勝手に注文するな。私はマルゲリータでないと許さんぞ。もちろん注文したわよ。バイバイ。私たちも行こう。はい。アイちゃん、今日ネオベネツィアでは初雪が降りました。そして私たちは寒い日も暑い日もお客様を一番に考えることの大切さを教わったんだよ。あかりさん、寒いネオベネチアも素敵だね。あかりさんに案内してもらったらきっとどんなに寒い日でも心はポカポカ暖かくなりそうな気がするな。